フィンヌル・ヨーンスソン。肖像写真と署名。フィンヌル・ヨーンスソンはアイスランドの文献学者。特にフルノルド文学の分野で大きな業績を残した。フィンヌルは1878年にレイキャビーク高校を卒業した後、コッペンハーゲン大学でさらに学ぶためにデンマークに渡った。1884年にはスカルド氏に関する論文で、 文献学の博士号を取得。1887年に大学の講師の職につき、1898年には教授に就任、1928年まで務めた。退職後も研究を続け、亡くなる、その年まで著作を上司し続けた。フィンヌルの主な研究分野は、コノルド氏であった。彼の代表的な業績は3つあり、一つ目は、 スカルド氏の完全修正、デンノースク、アイロンズックスコージョルディリグットニングである。これは2部からなっており、第1部は様々な写本に見られるテキストを異文も含めて掲載している。第2部はそれらを標準的なテキストに構成し、デンマーク語訳を付している。二つ目の業績は、コノルド越しの辞書、歴史コンポッティカムである。それは、表面上は、 スバインビョルトン・エイルソンの同名の著作の改訂版であったが、実質的には彼自身の著作であった。三つ目の業績は、コノルド文学の詳細な歴史を綴った、デン・オルドノースック・オージー・ウォルド・イロンズック・リトラ・チャース・イストリエである。フィンヌルは、異常なまでに、多作の学者であり、他の著作を書いている間に、大量のアイスランド人の差が、 王家の佐賀リームルエッタの漢本の準備をしていたという。また腕の立つ論客として、佐賀の歴史的正確性や絵出しの古さについて、他の学者との議論の中で、自身の信念を貫こうとする姿も見られたという。ありがとうございます。